ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。寒いわ。おや、どうしたんだ？そんなに凍えて。最近秋だからどんな格好していけばいいかわからなくて、失敗したのよ。ああ、確かに最近暑くなったり寒くなったりだもんな。そうなのよ。このままじゃ冬には凍え死んじゃう。おいおい、そんなことにはならないぜ。なんでそんなことが言えるのよ。お前引きこもってて外出ないじゃんか。ふっふっ、残念ね。今度友達と登山に行く約束をしてるのよ。おお、秋の登山ってわけだな。いいじゃないか。いや、散るのと冬に登山しに行くのよ。それは危険だな。なら八甲田の話を聞いておいた方がいいと思うぞ。八甲田？聞いたことない名前ね。八甲田は雪山の遭難事件で有名なんだ。ひえ、私と同じ状況だわ。ああ、だから聞いておいた方がいいと思う。しっかり聞いておくわ。まず、この事件は近代の登山史において世界最大の遭難事件、八甲田雪中行軍遭難事件として知られているんだ。行軍？軍隊が遭難したってこと？ああ。事件が起こったのは1902年、ロシア帝国との戦争を目の前にしていた時期だな。確かに日露戦争が1904年なんだっけ？ああ、そうだ。当時の軍部は日本本土に侵入される可能性が十分にあると見ていて、東北、特に青森に侵入された時の対策をいろいろ考えていた。八甲田の行軍はその一環で青森の海岸沿いの鉄道が破壊された時、物資を人力そりで運べるかどうか調査するために海岸沿いを行軍していったんだが、その一環で八甲田山を調査中に起きたのがこの八甲田雪中行軍遭難事件だ。そういう地理調査って学者がやってるものじゃないの？いや、地理調査は昔から陸軍の仕事だぞ。例えば今の日本地図を書いている、国土地理院のホームページには内務省から始まった日本の測量事業を、陸軍省管轄の参謀本部に統合したと書かれているしな。へぇ、陸軍が地理調査って時点で変だなと思ってたけど、変じゃなかったのね。まあ、今は自衛隊と国土地理院は完全に別だから、そこで引っかかってしまうのも無理はないだろうな。ところで参謀本部って何なの？ああ、参謀本部ってのは陸軍の最高機関のことだ。ワンピースでいう海軍と海軍本部だな。なるほど、偉い人の集まりってことね。ああ、その認識で間違いないだろうな。本題に戻すが、この調査は日本がかねてより心配していた、雪中行軍の研究の最終段階で、3年がかりの演習の総決算という側面があった。3年も演習してきたの？ああ。だが、それは事件の被害に遭った部隊とは別の隊が検証し、それが成功だったことが事件によって嫌な形で証明されてしまったんだ。研究成果は包み隠さずせめて同じ組織内には伝えるべきだったわね。ああ、そして日本だけでなく全世界がこの失敗から学んだんだ。これから話していく中で重要になってくるキーワードとキーパーソンを言っておく。おお、これは絶対聞いておかなきゃ。まず、キーワードだな。それは東照、そして雪中行軍だ。ほう、事件名にもあるわね。ああ、まさにこの雪中行軍こそが210人中199名が亡くなってしまう最大の要因だ。半分どころか20分の1しか生き残らなかったの。ああ、その死に方も含めて無残すぎるから苦手な方はここで、ブラウザバックをしてほしい。私も逃げようかしら。お前は縛りつけてでも聞かせてやるよ。いやだ。散るのと山登りに行くんだろ。ほらさっさと次行くぞ。う？次はキーパーソンだったわね。ああ。4人を紹介するぜ。まずは、部隊のリーダー、雷隊、階級的には一番偉い、山口少佐。そして、この事件の実質 MVP、倉石隊。最後に、この事件の英雄、後藤伍長だ。英雄ってどういうことなの？具体的に何をしたかはこの後話していくが、彼は現在八甲田山中に像を建てられているくらいこの事件の英雄として扱われている。おお、まさに英雄ね。ああ。この事件はこの3名を中心に物語が進んでいく。待って待って、後隊とか少佐って何なのよ？ああ、それも言い忘れていたな。と言っても、まあここでは隊より少佐の方が。偉いとだけ覚えてくれれば大丈夫だ。まず、遭難した部隊の名前は青森歩兵第5連隊だ。連隊？ああ、部隊の規模を表す言葉だ。上から順に、軍、軍団、師団、旅団、連隊、大隊中隊、小隊、分隊、班、組だ。多すぎて覚えられないわ。ここでは連隊と中隊だけ覚えてくれればいいぜ。了解したわ。で、この部隊は連隊なわけだが、もっと言うと雷隊率いる中隊なんだ。それがどうしたの？この中隊には、山口少佐がついてきたんだ。あら、隊か少佐、どっちについていけばいいか兵士たちはわからなくなるわね。ああ、
そしてそれは雪中遭難、凍傷、さらには飢えという、極限状態の中で最悪な事態を引き起こすんだ。いよいよ恐ろしくなってきたわね。まずは1日目だ。この日地元の案内人の申し出を断ったことが、おそらく致命的な失敗だった。あら、なんで断っちゃったのよ？騙されるとか、軍のプライドとかを考えたんじゃないか？それで199人を犠牲にしたとなると最悪の決断だったわね。ああ、プライドを持ち出すとろくなことにならないのは歴史が証明している。さて、言っておくがこの時彼らは部隊の大半が亡くなることを知らない。なんなら、前日が快晴だったこともあり遠足気分で楽な仕事と思ってたんだ。まさに天国から地獄ね。そうだぜ。だが、途中で吹雪が起きここで進むか退くかの検討があった。おお、今すぐ退いて。だが、下級士官らの反対と案内人を断ったこともあり進むことにしたんだ。ここで退いておけば。ああ、登山において、無理は禁物なのは現代では常識中の常識だぜ。ここでも現代に生きる知識が生まれたのね。ああ、そして進むことにした一行は先遣隊を派遣するんだが先遣隊は、迷った後たまたま本隊と合流する。先遣隊？先遣隊は、先に行かせて状況などを調べる部隊のことだ。一応最低限の慎重さはあったのね。ああ、無意味に終わるがな。そして吹雪に加え日没もした頃部隊は一旦露営地で泊まることになるぜ。また知らない単語が、露営地は露出した野営地のことだ。吹雪の中で？ああ、吹雪の中でだ。続けて、了解だ。露営地では炊事が難航したなんせ雪が火にかかって温度が上がらない。その場にいなくてもわかるわ。そして引き起こされたのが上だ。寒くて、お腹が減って。地獄ね。ああ。こうして上と寒さの中一日目が終わるぜ。まだ一日目なのね。寒さと上で眠れない中、夜が明けた。それでなくとも、極寒の中寝れば低体温症と凍傷で死ぬことは。当時ですら常識だった。寒い、お腹が減る、眠れない、現代に住む一般人には経験できないことね。ありがたいことにな。二日目にして、部隊は引き返すことを決定したぜ。遅すぎるわよ。でも、これでなんとか。忘れたか？210人中199人が亡くなったんだ。あれ？でも、ここで引き返したんじゃ。ああ。ここで、佐藤総長という人が道を知っていると案内役を申し出た。あれ、嫌な予感が。そして見事に道を間違え、来た道は吹雪で消されていて、ここで部隊は遭難したんだ。佐藤、ちなみに、佐藤の言葉を独断で採用したのは山口少佐だ。山口、直接的な遭難の原因は、この二人だぜ。他に原因があるとはいえ、この二人の責任は大きいわね。そして隊は仕方なく崖を登ることになるが、ここで水の注意が気絶して凍死始発の死亡者が出てしまった。ついに死人が出てしまったわね。ああ。そしてこの後、猛吹雪で部隊の4分の1が凍死または脱落した。ああ、本当の地獄だわ。いや、それはこの後だ。え？この後、部隊は第2野営地で止まるんだが普通地面を掘って風をしのぐところ。掘る道具を持っていた人が全員脱落していたため、それができなかった。え？ってことは、ああ、体感温度マイナス50度以下の中部隊は風にさらされて過ごすことになった。この第2野営地は、事件中最も多くの死者を出した場所となった。悲惨の一言に尽きるわ。第1露営地から第2露営地までは14時間半という時間をかけてたどり着いたが、700メートルしか進めていないんだ。どのくらいの数かいまいちわからないわ。よく物件とかで徒歩何分ってあるだろ？ああ、徒歩5分とかだと人気よね。それ換算で、徒歩8分の距離だぜ。駅地下の範囲じゃない。このことから、樹海や濃霧、そして吹雪の中はむやみに動いてはいけないという教訓が、日本中に知れ渡ったんだ。得られる教訓が多すぎるわ。後でまとめるから大丈夫だ。ありがとう。一方その頃は青森第5連隊本部は戻ってこない部隊を迎えに、近くの村まで来ていたぜ。おお、この人たちが探しに来てくれれば。そして、近くの村で、のんきに宴会をしていたぜ。なんで探さないのよ。今では吹雪の中で帰ってこないとなると何らかの手段で急いで探そうとするよな。登山への認識がここまで違うとは思わなかったわ。その認識があるのも、この事件を教訓にした当時の日本人のおかげなんだぜ。でもやっぱり、なんで探さないのよ。って思っちゃうわ。まあ、事実この時点で捜索を始めていれば大半は亡くならずに済んだだろうな。まだ気絶状態の人もたくさんいたわけだし。やるせないわね。3日目、部隊は夜明けを待つ予定だったが凍傷者が続出したため、
早朝3時に、第2路 H を出発した。また眠れなかったわね。この時点で脱落者は70名を超えており、残った人の多くも凍傷にかかっていた。さらに方位地震も凍りつき地図と、まさかの勘に頼った行軍になった。泣きっ面に因果さらしね。そうだな、8どころじゃないんだぜ。突っ込んでよ。次行くぜ。はい。部隊は行軍を続けたが、山で視界が遮られ道を見失った時、雷隊がここで、天は我らを見捨てたらしいと言い、ここで部隊を解散し、おのおの退くか進むかで、生き延びるように言った。もう任務どころか軍人として行動することも困難になってしまったのね。ああ、ここでもともと統制を失っていた隊員は矛盾脱衣をする者、川に飛び込む者、木を銃剣で切りつける者などの発狂者に加え、手が凍傷で動かせず、ズボンのボタンが外せずそのまま放尿し、そこの凍結で凍死する者など死傷者が、続出してしまった。矛盾脱衣って何？ああ、言い忘れていたな。矛盾脱衣ってのは低体温症が原因で脱衣することだ。なんで脱衣するのよ？人間、いや高温動物の体ってのは絶対に一定以下の体温にならないように、仕組みが設定されているんだ。ほう、低体温症が深刻になってくると何としてでも体温を上げようと、熱の放出を抑えようとするんだ。それで、熱が体内に溜まって熱く感じて脱いでしまうってことね。ああ、矛盾脱衣の過程が初めて明らかになったのはこの事件が初めてだ。またここにも教訓が、この事件が世界にも注目される理由がわかるな。さて、部隊が解散した後も一行はある程度固まって行動していたが、このタイミングで、山口少佐が意識障害となり、遺言を残す。あら、山口少佐亡くなっちゃうの？いや、この人は最後まで生き残ったぜ。だが、救出後数日経って心臓麻痺で亡くなった。ああ、せっかく生き残ったのに。これに関しては様々な陰謀論が出回っているが、とりあえずこの時は死んでない。そして午前7時頃、暗い死体が石膏隊を送り出し進路を決定した。やっと出てきたわね、暗い死体。ああ。彼を MVP と評すのはここで隊をまとめ上げたからなんだ。え？命令を出すのは山口少佐や雷隊じゃないの？山口少佐は意識不明、雷隊ははぐれていたぜ。何してんのよ二人とも。あと、暗い死体は他の者より健康だったんだ。え？もしかして気合で何でもできちゃうアントニオ猪木タイプの人？別にボンバイエタイプの人じゃないが彼はたまたまゴム靴を履いていたんだ。なんでゴム？今の長靴もゴム靴の一種だからな。防水、保温効果があるんだ。暗い死体は登山への意識が高かったのね。いや、当時ゴム靴は単なるファッションだった。彼も同様、たまたまファッションとして、ゴム靴を履いていたに過ぎないぜ。でも、そういう人が一人でもいて本当に良かったわ。まったくだ。彼がいなかったらおそらく11名は生きていなかった。そして後の世代の人たちは失敗を繰り返すことになった。そういうことだな。ひえ、話を戻すが、暗い死体たちは第3路 H を決め雷隊と合流後路 H で止まった。リュックを燃やしたりして寒さをしのいだがここでも多くの凍死者が出た。時間が味方しないわ。さて、この頃連隊本部はさすがに遅いと地元の警察に電話して、部隊が山を降りていないことを確認しついに雷中隊の捜索を開始した。やっと希望が見えてきたわね。だが、天候悪化と案内人の忠告で捜索は翌日からに持ち越しとなった。そんな、遭難部隊の方は、五島五町の合流と少しの移動以外特筆することはなかったぜ。四日目は地獄は起こらなかったのね。いや、本体はそうかもしれないがはぐれた人たちはこの日も、飢えや寒さで亡くなっていったと思われる。そうよね、捜索隊、早く来て。この日、隊は暗い死体の約20名と雷隊の数名の二つに分かれて行動を開始した。だが、暗い死体は崖にはまって進むことも退くこともできなくなった。暗い死体の20人の命が危ないわ。そして雷隊だが、こちらは逆に猛吹雪を受け隊員が4名になってしまった。こちらも絶望的ね。そして一人ははぐれ、一人は亡くなり、最後は雷隊ともう一人、五島五町の身になってしまったぜ。英雄、頑張って。そして雷隊も倒れた時、隊は五島五町に助けを求めるよう言い残し気絶した。隊も、でも、まだ気絶なのね。そうだ。そして五町は、半分気絶したまままっすぐ歩いていった。そして、救援隊が、立ったまま気絶している五島五町を発見し、ついに遭難が明らかとなる。やっとなのね。一説には、この時五町は仮死状態つまり半分死んだ状態だったんだ。半分死んだ状態？心臓マッサージで生き返らせれる状態だな。なるほど、本当に奇跡だったのね。ああ。
そして五島五町のこの姿が現在八甲田山に像として建立されているぜ。これが英雄と呼ばれる理由なのね。ああ。その後すぐ五島五町は雷隊の元へ救護隊を案内したが、救護虚しく亡くなってしまった。そんな、五町に命運を託したのに。そして、救護隊は五島五町を地元の村に送り伝令が連隊長感謝に駆け込み、皇軍隊が全滅の模様であること、救助隊60名、半数が凍傷で行動不可欠、1名が重度の凍傷で気絶したことを連隊長に報告する。1日で半分が行動不可になるなら5日間いた皇軍隊は、となるわね。ああ。連隊長はこの報告を聞いて青くなったと言われているぜ。その後、クライシ隊は数を減らしながらなんとか生き延び、9日目に発見される。クライシさんも無事なのね。ああ。だが、さっきも言った通り山口少佐は救出後病院で亡くなる。その他にも、3日目部隊が解散したタイミングではぐれていた、三浦五町ら12名が面白半分でウサギを追いかけた地元住民が小屋を発見したことで、発見されたりもしている。おお、12人も。この時、生存者12名と電報が撃たれたが生存2名、遺体10名と訂正されている。一瞬希望が見えたのに。そしてその他は救護隊に発見されるが、最初に言った通り生存者は210名中11名だ。見つかったほとんどは死者だったぜ。そんな、ある記事には鈴木少尉の遺体を発見した時に10時間も経っていなかった。捜索隊があと1日早ければと捜索隊の行動の遅さを非難した兵士もいる。という記事が出されている。今の捜索隊の行動が早い要因ね。ああ。何にせよ、これで近代最悪の雪山遭難事件は幕を閉じたぜ。最初に、雪中行軍の演習をした部隊がいたと言ったと思うんだが。言ってたわね。その進路は、実は遭難した部隊とほぼ同じ進路だったんだ。それで、その部隊の被害は、負傷のため部隊を離れた一人を除き全隊員が5体満足で生還したぜ。全く結果が違うじゃない。理由として考えられているのは簡潔に言うと指揮官の経験値、少人数、地元の人を頼ったという3点だな。経験値って？部隊の長は、2年間にわたり雪中行軍を経験していたんだ。それで、雷隊は？少なくとも公式記録には雪中行軍の記録はないな。2年間とゼロ。さらに隊員の半分は雪国の出身じゃない。雪山を舐めすぎね。この事件は陸軍のトラウマとして重大事件として扱われることになる。さあ、ここで教訓のまとめだ。よろしくお願いするわ。まず、リーダーは一人に決める。危険な山において、判断が遅れるのは致命的ね。そして、情報は隠さない。大自然の危険を前に愚かな考えは一旦捨てるべきね。変なプライドは持ち込まない。命がかかる時にプライドは捨てるべきね。無理は禁物。登山で無理をしたら、ろくでもないことになるわね。暑くなっても、上着を脱がない。低体温症の矛盾脱衣ね。最後に、情報をしっかりと調べることだ。この事件は情報がなかったからこそ起きたからね。ねえ、今思ったんだけどさ。なんだ？私ってチルノと山登りに行くじゃない？ああ、そうだな。チルノって氷の妖精でしょ？ああ。なら、雪や温度の操作ならある程度できるんじゃない？ってことは、この怖い話聞かされたのはただ怖い思いしただけってことじゃない？それじゃあみんな、またな、バイバイ。あ、逃げた、みんな、またね、バイバイ、こら待ちなさい。